はい、皆さんこんにちは。ナウピロンポスの神秘です。はい、皆さんこんにちは、ゲーミーの城です。というわけで、はい、新イベガチャオリンポスの神秘が来てますんで、はい、また今回もちょっとね、はい、引いていこうかなと思います。で、まあ、いつも通り3キャラ出てるんですけど、うん、欲しいのが、はい、アルテミス。アルテミスかわいいな。こっちじゃない、こっち。性能的にはこっちなんですけど、はいはい、このイラスト超好きなんですけど。アルテミスかわいいよね。かわいいですよね、うん、これ。俺これなんかさ、ペルセポネに似てないですか、若干。服装だけかな。これすごい好きなんだよ。なんかわかるかも。この女の子のポーズが好きかもしれない、うん、これ。はい、アルテミス好き。で、別にイラストはそんな好きじゃないですけど、これ。あ、今回ね、はい、うん、強いオルフェイス、どっちも強いね。ここ欲しいですね。なんか巴御前と、まあ性能的には一緒なんですけど、うん、いやこれ強いでしょ、大弱点。いい大弱点で欲しい。いい分身衛星があってブロックさ無視じゃないですか。あ、そっか。そう、分身の方が割とだから雑魚処理頑張ってくれるんじゃないかなっていうイメージなんですよ。なんでちょっとオルフェイスはいい。オルフェイス欲しいですね。加速もあるし、まあ、1体欲しいかな。でも30連しかしないです。はい、まあライブもあるしね。はい、これでもで、なんかでも欲しい。だって欲しいよね。はい、欲しいです。闘神キラー。あっ、早っ。3分の2だよ、3分の2。ちょっと声3分の2。あらがれましたけど、あれけですいません。アレキウスはいらないですね。まあ止まるよね。なんだろう。よし、おー、よし。でも俺、こっち、貴族戦のやつの方が欲しいんですよ。はいはいはい、はい、どっちだろう。進化、進化、進化しろ。オッケー、俺こっちが欲しいんで。幸先いいな。幸先良すぎ。これなんか、ノリで、うん、あっちも来ないかな、貴族生。はい、まあ、そのうまく。いや、まあまあ、いや、十分ですね。十分でしょう。もうこれで30連で爆死じゃなかったっていう経歴になったんで、うん、だってもう、早っ。だ、貴族生のやつの方が欲しいんですよね、どっちかというと。あいつは体弱点やばいでしょ。で、すぐ来るじゃないですか。あいつ欲しい。水曜かなんかに来ますよね。うん、複数欲しい、あいつ。しかもあいつちょっと持っときたいですね。あれ積んだら割とですよ、楽になれそうね。はい、自陣とフレンドワークだけでも多分楽になると思います。打って変わって過去のキャラたちが。でも最近やっぱ古いの出るね。タコキャラオールスターガチャだったね。いやこいつ新しいんだよ割と。こいつワットもいるしな。はい、ボルタワット。ボルタワット来たじゃん。ボルタワット。これ。あ、いや。最初だけ、あ、でもまあ十分か。30連で1体でも十分な気がする俺は。最近の新ガチャやばいな。確定エースだったしな。左回りましたね、うん、久しぶりに左回った。アルテミス別にもう1体でもいいんだよな。誰、あー、あー、多分貴族さんの方、貴族さんの方。あー、来ました。絶対闘神倒すマン、カルマス、カルマ絶対カルマ倒すマン。あー、いやー、そっちか。いや30連2体なら十分ですけどね、うん、これ十分じゃない。いや、何も文句言えないですね、うん、これは。こっちにすりゃいいって話だからね。アキレース。なんだこれ、めっちゃ色ないじゃん。なんかに使うのかな、ユークリか、一応。なんか、すげえこっちよくわかんなくない、うん、これ、進化前がかっこいいね。進化前が一番かっこいいですね。進化前確かになんか。なんかのソシャゲの主人公感ある、ね、うん。こっちもダッシュがついてんだ。はい。ブルース使ってそう。で、ゾロ出たね、ゾロ。はい、シレットゾロ。ちょっと一瞬待ってもらっていいですか。はい、はい、ということで今ちょっと課金してきたんでもう10連だけ引かせていただきます。いや俺こいつ欲しいわ、引いときたいわ。ただ、はい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 、むっちゃ追うまではしたくないんですよ。まあそう、まあね、次の月の鳥獣結構引くかなって正直思ってて、来月かなんか怪しい、ね、いろいろ怪しいよね、はい、でドラちゃんが、まあ、お財布に負担のかからないコラボだったから良かったですけど、ライブでちょっと弾こうかな。あ、ライブで弾かないかもしんね。はい、いや、欲しい。まあいい感じにね。まあまあ、いやもう十分、十分、ね、十分だけど。はい、でも当たりね。アルテミスと、うん、アキレウス。アキレウス。はい、じゃあ次、ナウピロンポスを弾きます。はい、はい、だけど僕も、30連した後はちょっとライブがあるんでね、 そっちまでシングル重ねていこうかなと思いますけど、まあ、僕もオルフェイス狙いで、うん、ちょっとあと闘神キラー地味に欲しいんで、アキレスもちょっと欲しいかなと思って、はい、カルマちょっとやってみたいですね。そうそうそう、その辺なんかやっぱ苦手なんで。カルマ、いや、いいな。さっき玉露、まあ、最初って普通に聞くか、玉露とかであれか、ちょっと使えるのか。
扱えるね、はい、じゃあ腐りはしないのか、うん、いや腐るか、あと今後今後投資に出ることを言うと、お早い、これはいいぞ、あらっ、これもう投資に出す、ね、カルマキラもうカルマキラでよかったんじゃないですか、これ絶対、うん、絶対カルマ倒せるいや、ザコにキラー発動しないですからねあーまあでも10例目だったらいいんじゃないですか、これでとりあえずでも今回調子いいな、うん、もういらないっすね、はい、アキレースはそうっすね、でアキレース重なるのが最悪だな、いや確かにね、あ、まあ、でも別にあれか、玉露で 2体、あ、2体いらないか、でもまあいてもいいけどね、なんかダッシュの方とかなんか急にはまったりしそうな気もするけどね、あ16ダッシュウィンドウ、16ウィンドウか、いやはまんねえな、え誰、アポロ、あアポロか、久しぶりに見たな、あーなんでアポロ出たんだろういや俺のゾロと一緒さ重心か期待するか、うん、来てないからね、期待しても結構持ってますよね、もう持ってる、ラスト多分ラストだと思うなんか自分星玉いい感じにたまりそうだな、ライブで引けそうっすね、うん、ライブでいくか、いや神明、いや最近どうでしたっけ、正直そんなでしたよね、うん、あでも前回とか調子良かったっすよ、割とでも最近多分流れ自体はいいんじゃないかな、あなんか2人とも50連して1点も出ないとかはないっす、そう今んとこ、いやケース先は嫌だ、でもえ通る、通るかセシルに見えますよねセシルうわぁオルウェイス欲しかった、マジで古いキャラ出るようになってますね、なんか最近出るね、マジでエンフィールド出ません、エンフィールド出るし、ほんとだアスモデウス、うん、34、46、16、じゃあちょっとギリギリまでシングル引こう、じゃあ、あシングル49までシングル引こう、あ、なるほど、うん、いや、進化じゃきついっすよ、普通に、いやまあ二人ともオールフェイスなしですもん、オールフェイスなし、オールフェイス欲しいんですけどね、大丈夫だ、あ、でも空風で十分楽か最近こいつよく出るね、よく出ますね、パーシー、単発なイメージがあるパーシー、いや、まあ、パーシー、パーシーまで、男すごい堂々として出てきたけど、かっこいいね、なんかかっこいいっすね、堂々として出てきましたけど、乾杯しますもんね、これで神風、星玉たまんねえし今何すか、今46、46か、あ、そっか、パーシバルのせいで、パーシバルじゃないんだよ、だってでも55億絶対さ、オルフェルスより出ないっすよね、そうだよね、そのはずなんだけど、うん、どういう確率引いてんすかね、あと2回当たりが出なければ、 0.019 引いてますよ、マジ 0.017 から 0.018、 アルテミス、オルフェウス、アルキウスはいっぱいありますね、いっぱいある、いっぱいありますね、はいはいはい、進化のやつは 0.2%、 俺 0.2% 引いてるわ、じゃあラスト、はいですね、当たりが出なければ星6だけで 1.2% あるのか、全体で7% だからそっか、シングルでも意外と効く可能性あったりするんだ猫ちゃん、クソきついなはい、あとまあ49にして僕はちょっとライブの方でね、はい、僕もかなと、もしかしたら明日のライブで弾くかもしれないですね、今日は弾かないかも、はい、なんで、はい、まあ弾いて出たって人はね、何年でこれが出たとか、やっぱルエスちょっと手伝いのかなみたいなのがコメントはぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、まあでもなんか、うん、今回のキャラはなんかどれもいい感じ、なんかイラストなんかいい感じだなっていう人はね、ジャントークよろしくお願いします、よろしくお願いします、あとツイッターもやってますしね、ゲームでセンスもやってます、サブチャンネルもやってますね、登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、じゃあ今回もゲームでありたい情報4からお送りしました、ピョンポスの神秘でした、シュラでした、ご視聴ありがとうございます、ありがとうございました。